これはスメラギ寮の地下。ユイト、よかった繋がった。急にロストしたから心配したぜ。みんな無事で安心したわ。どうやら脱出できたみたいね。カレンのいる場所は近いかもしれないわ。あれはカレン、いえ、ヤクモと言うべきなのかしら。本当にここにいたんだな。コールドスリープから目覚めてたのか。待って、何かの装置が動いてる。ヤクモ、どういうことだ。カレンが二人。なぜお前がここにいる。この状況は何だ。聞きたいのはこちらだ。俺が2000年前の時代へ飛び込もうとしたところで弾き出された。なんだと。なぜ時間跳躍が失敗したのか説明しろ。荒はばきの制御層で手を貸したはずだ。しかし貴様か。何を言ってるんだ。さっさと全ての情報をよこせ。今吸い込まれちゃったよね。どうやら私の懸念は杞憂じゃなかったようだね。同一人物が出会うとどうなるか、これが答えか。何が何だかよくわからないが、結局カレンは過去に飛べず今ここにいるということなのか。この記憶は。なるほどな。やはり奴の超能力が必要なのか。さてお前たち、なぜここにいる。こんなところに何の用だ。カレン、あなたに協力してもらいたいことがある。クナドゲートを消滅させるために力を貸してほしい。さっきの話は聞いたわ。あなたが2000年前の時代に接触した時にもつれが発生してしまったのよ。それが残っている限りクナドゲートは消えないの。だからもつれを解くために一緒に。貴様なら強行手段に出るだろうと思ったよ。兄さんの超能力でもレッドストリングスを維持するのは難しかったんだね。だからサイコピーを。抵抗は時間の無駄だ。俺がレッドストリングスを手に入れるのは必然。カレン、前から疑問だったのだけど、あなた一体どこでレッドストリングスの知識を。
荒はばきからだ。荒はばきの中の俺自身の記憶というべきか。さっき俺と一つになったがな。荒はばきの中、コールドスリープしたヤクも荒はばきとつながっていたってことなのか。生きた人間を荒はばきに組み込むなんて。何を驚く。荒はばきに一体いくつの脳が生体回路としてつながれていると思っている。聞きたくなかったよ。荒はばきもベイブと同じ脳を組み込んだ生体コンピュータだったとはね。荒はばき制御層で俺たちの脳が強制侵入されたこと、それに先ほどまでのあのおかしな空間、全てはヤクモになり変わったお前の仕業なのか。そのようだな。あれは眠っていた俺が荒はばきを利用し展開していたブレインフィールドだ。ここを秘匿するためのな。ここで荒はばきとつながって2000年間あらゆる情報を手に入れてこっそり生き続けてきたってわけか。彼、時間跳躍をしたい気持ちはわかるけど、それじゃまたもつれが生まれてしまうんだ。だからなんだ。俺はどんな手を使ってでももう一度飛ぶ。兄さん。そう、協力するつもりはないのね。話を聞いてくれ。ユーヒムカのこと、月のこと、問題は山積みだけど、世界が終わってしまったら何も解決できない。滅びの未来じゃない、新しい未来を作らなきゃいけない。こんな歴史を紡いだ世界に価値はない。俺は過去を変える。次こそは必ず変えてみせる。アリスさんを助けたいという思いは理解するわ。でも理解などいらん。お前たちには力づくでも俺の役に立ってもらう。邪魔はさせん。これまでの経験を思い出せば役に立つはずです。多くの視線をくぐったおかげで今があるんですから。これはどうだ。と、俺の超能力の出番だぜ、ユイト。アラビよろしく。やっは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 っ。よかった、間に合いましたね。助かったよ、レカ。まだ戦える。カエルと死ね。望みを捨てろ。これを使うか。消え
覚悟しろ。どれだけ多くの超能力を使ってきても私たちはさすでそれに対抗するまでよ。そんな簡単に思い通りにはさせない。ちゃんと話をさせてくれカレン。黙れ。どこまでも鬱陶しいな貴様らは。これは兄さん。何が起きてるんだ。そうか、2000年、いや幾千の記憶と望みが全ては踏み台に過ぎない。貴様らも世界も、そしてなんなの。退避した方が良さそうね。
俺の邪魔はさせん。しまった。仕切り直した。倒れるのは早いわ。花火よろしく。このぐらい。まだ戦える。それ させないわ。大丈夫。ごめん許可。助かったよ。邪魔だよ。
一人でも繋いできたみんなの思いは一緒にある。俺は一人じゃない。一人のお前には負けない。ユイト、私が守るからね。僕がいないとダメらしいな。間に合ったみたいね。重ね、ありがとう。重ね、また助けられちゃったな。そうね、私あなたのピンチに縁があるみたい。昔からね。
当にな。ユイタ、やろう。俺は止まらん。次こそは必ず。俺たちの力だけじゃない、これまでに結んできたたくさんのつながり、その全部の力で。カレン！なぜだ。ここで俺が負ければ全てが。それとも俺のただ一つの望みは否定されるのか。もう限界でしょ。諦めなさい。これ以上戦う意味はないだろう。まだだ。まだ俺は。カレン！どけ、吹雪！カレン、もうやめてくれ。君が一人でそんなに苦しんでいたなんて。僕は。黙れ。でももういい。もう十分だよ。僕もアリスも君がそんな風に苦しむところを見たくない。黙れ！僕たちはこの世界で生きていかなきゃいけないんだ。アリスのいない世界で。君の気持ちは分かってる。だけど受け入れよう。ここで生きていこう。彼、頼む。俺たちに協力してくれ。もう一度言うわ。クロノスターミナルへ行って、私たちと一緒にもつれをほどいてほしい。大切な人にもう会えない辛さは俺にもわかるよ。だから納得してくれなんて言うつもりはないけど、だけど俺はこの世界の未来を閉ざしたくない。絶対に譲るわけにはいかないんだ。過去を改変しても望む結果が得られなかったから
これまで何度も繰り返してきたんでしょう。もう終わりにしたらどう。あなたのことを大切に思っている人のためにも。カレン、未来を、この世界の明日を一緒に作ってほしい。そうか、ここが果てというわけか。ならばそれも一つの選択か。協力してくれるんだな。お前たちの希望は叶えてやる。彼だが、クナドゲートをただ消滅させるだけでいいのか。フブキ、お前なら可能性に気づいているだろう。それはカイとスメラギが実行しようとしていた断絶の帯をクナドゲートに吸い込ませる計画か。なるほど、クナドゲート消滅のついでに厄介者も道連れにしようというわけか。だけど兄貴の計画は実現不可能だぞ。俺の超能力で断絶の帯を動かすなんてことは。私とユイトの重力操作能力ね。確かに二人でやってもそこまでの力はとても。荒はばきを利用すればいい。確かに荒はばきが生体コンピューターなら脳をサスでつないで超能力の底上げが可能かもしれない。可能だ。荒はばきはあらゆるシミュレーションを数百年かけて試し続けてきた。アリスを怪異にした断絶の帯を君も消滅させたいと考えていたんだね。しかし荒はばきで増幅される大出力にユイトたちの脳が耐えきれるのか。危険すぎるぞ。やってみせるよ。少しでも可能性があるならやるしかない。理論的には可能なんでしょう。だったら試すべきね。ならすぐ準備にかかろう。荒はばきを使うにもいろいろと手を回す必要があるからね。カレンの身柄は僕が預かろう。私たちはクナドゲートのところへ行きましょう。これって俺の先祖はカレンだったってことになるのか。ユイト、今行くよ。